になってる。これこう川が蛇行してるんで、向こうにこうまっすぐつながるような位置にこう通したんでしょうよね。そうですよね。信濃川がこう長岡のちょっと向こうで曲がって新潟の行くんで、うん、今まっすぐにしましたよね、うん、あの分水行って両方行ってるんですけど、うん、あると似てますね。まあ、道路の付け替えも同じようにやってますよねただ海は砂川があるからうまくいかないでしょうね。こうちょっとした少しじゃ言わないんですか。これは砂の力に、ね、海が砂を押し上げてくるから、うん、茨城町の方が大変なんですよ。こうやってこれね、あれですもん、きちっとこれ何もないんですよ。そう、全然史跡とは思ってないんですよ。お祓いの教育委員会はね、史跡と思ってないんですよ。あ、図書館にありました。ありました。あと、ね、あと、あと、しかしこれあのここもこうスペースありますしね。ここ誰の土地なんでしょうかね。これおそらく公でしょうね。ああ、町の町か県か分かんない。ああ、だったらここにちゃんとこうね史跡を、うん、あの建てればいいわけですよ。そうですよね。大麦運河跡とかね。そうですね。それでね、この道路がね、役に立ってくかって言うと役に立ってないでしょ、今のところ。そうですね。どこにも貫通してないの、うん、これ貫通して絶対必要だって言うんだったらいいけど、うん、なんだこれって言うかな。なんか本当に大笑いっていう。今先生いいこと言って大笑いだって。これはね、大笑い、本当に大笑いです。これをね、批判が出ねっていうのがね、大笑いの意味。先生大笑いだ。笑ってるでしょ。あ、そう言ってる。ああ、そうなんだ。いや、無駄だって言うけど、史跡保存だって言わないでしょ。言わないでしょ。そこが思うポイントだって言わないそうやね。いや、無駄なのは分かるけどね、史跡保存のこと観点からは言わないです、うんうん、これ面白い、うん、その向こうに 今から行きますから。向こうはなかなかいいとこだよ。ああ、眺めがいいんだ。ああ、非常にそうだよね、あそこはね。あそこはね、デートコースにもいいとこって思うよね